はい、こんにちは。 5CC ミュージックチャンネルです。今日はですね、ゲストでイキイキ音楽家さんのイキくんにお越しいただきました。はい、お邪魔します。イキイキ音楽家というチャンネルを YouTube 上でやってます、イキくんと申します。今日はいつもホストばっかやってるんで、なんかゲストとして紹介されるのがすごい新鮮なんですけど、 5CC ミュージックをご覧の皆様、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イキイキ音楽家さんはですね、いつも YouTube チャンネルで初心者向けのものからとてもコアなマニアックなものまでの音楽理論とかクラリネットをやってらっしゃるので、はい、ジャズのアドリブについての話とか音楽の専門的なお話を中心に取り扱っているチャンネルです。何度かイキくんのチャンネルの方でコラボ動画という形で動画を撮らせていただきまして、はい、この動画を撮っている時にはおそらくそちらのチャンネルで動画が上がっていると思います、うん、先日ですね、イキくんには僕と一緒に僕が興味を持って、まあ、研究しているというか遊んで試したりしている VR 機器で少し遊んでいただきました。遊んでもらったのはこちらにあるこの白い Oculus Quest 2という単体で動く PC なしで動く VR ヘッドセットというものですね。こちらを使って実際にイキ君に VR 空間に入ってもらって、はい、そこで今回は音楽を遊べるツール、サウンドステージというツールなんですけれども、そちらで実際にバーチャル楽器というものを作り出して実際に遊んでいただきました。難しかった。この間ゆっくりと感想を聞いたりできなかったので、はい、もしいろいろあればちょっとお話を伺いたいと思います。そうですね、僕のチャンネルの方の動画はなんかキャッキャって遊んでる動画が多分イキイキ音楽家初の外ロケですって、外ロケの行った先がバーチャル空間ってよくわかんない感じでしたけど、外なのか中なのかって感じですね。そうそうそう、やっぱ難しかったですね。なんか楽器の演奏、僕ピアノとか苦手な人でずっとやってなかったんですけど、はい、とはいえ楽譜は読めるし、音を扱うことには最近慣れてきて、で見知らぬ楽器とかでも触ってみたらなんとなくこう演奏したい音を演奏して、うん、もちろん技術的なところとかはそのプロの奏者にかなわないと思うんですけど、うん、まあ、とりあえずなんかその曲を演奏するみたいなことは楽器触るとできるんですけど、バーチャル楽器はなかなかフィジカルが難しいですね。距離感とかなんかそのどう演奏したつもりなんだけどどう頑張ってもレが一緒になっちゃうみたいなのとかね、あと跳ね返りがないんで、僕が遊ばせてもらったのはマレットっぽい感じの鍵盤っぽい感じのものを作って、はい、でバーチャルマレットみたいなのでこう叩くっていうのをやったんですけど、跳ね返らないんでどこまで持ってったら結局視覚なんですよね。すごいよくできてて、本当にその場所に物を持っていくと触れるし掴めるし投げれるしっていうのはあるんですけど、とはいえやっぱりその目で見た距離感だけで鍵盤触っていかないといけないんで、こうどうやったら音が出てここまで行くと離れるの、この当たり判定が難しかったです。やっぱりいろんなソフトごとに向き不向きが多分あって、演奏に向いてるやつとかも多分出てると思うんで、バーチャルの世界で演奏するとか、あと生の楽器とバーチャルの楽器とでセッションするっていうのも、なんか触ってみた感じ、はい、全然近い将来かなりリアルにありそうだなっていうのは感じました。ありがとうございます。はい、そう、イキ君にはですね、もう本当にテストプレイとかほとんどしない状態で、最初その VR の簡単なコントローラーの使い方とかを試したぐらいな状態で、ゲーム自体というかその楽器自体の触り方とかはもうちょっと本当に口頭で説明した程度で、触ってもらったんですよね。ほぼ本当に初見プレイという形で、はい、で、本編のそのイキ君のチャンネルの方に上がっている、VR のその一緒に撮った動画を見てもらうと、先ほどのイキ君の説明が、よりよくわかると思うんですけど、実際にこの横に並んでいるバーチャル鍵盤ですね、バーチャル空間にこう鍵盤を浮かべて、うん、白本みたいな形のものでしたね。それを、こういうこの VR コントローラーを使って、うん、実際にそこに浮いている空間にのものに触るとちゃんと反応して音が出るっていう仕組みだったんですね。そう、僕もあれ、初めて触った時本当にびっくりして、もうちゃんとそこにものがあるっていう感覚が近かったんです、ね、うん、物理的なその反動、叩いて跳ね返るとかは、残念ながらまだないんですけど、物に触れたりした時にこのコントローラーが振動したりとか、うん、リアクションをしてくれるので没入感というか、実際に物を触っている感じ強く出てきているんじゃないかなと僕は感じました、うん、サウンドステージというソフトは一から、まあ、一人で曲を作ったりとかループミュージックですねを作るのにどうやら適したソフトみたいでして、よりそのリアルに演奏しようと思うとそれに適したソフトとかも今後いろいろと選択肢として出てくるんじゃないかなと思います。
僕もまだ触り出して間もないんですけど、このソフトたち。すでに今の段階でさっき木くんが言ってた通り、もうかなりこう実際のセッションとかに使えそうというか、バーチャルとリアルの垣根を越えて演奏したりするのに使えそうなものが実際に近づいてきてるんじゃないかなと、なんか伴奏してもらうだけとかだったらね、遅延の問題さえ乗り越えれば、はい、環境さえ整えればもういけますよね、バーチャル伴奏であれば。そうですね、この間少し試してみたときには、ちょっとそのバーチャル側と、まあ、現実からの音をマイクで取り入れたりしようとしたんですけど、そこの若干遅延があったような感じはしましたね。あれがどんどんこれから縮まっていくと、もうかなり面白いことできるんじゃないかなと感じました。はい、サウンドステージはモジュール機能ですね、いろんな仕組みをつないでいって、例えばシンセサイザーを作ったりだとか、シーケンサーに当てはめていって、それをどんどんリズムに乗せて動かしたりとか、そういうことがどちらかというと得意なソフトのようですね。で、これからまた別の動画で出そうと思うんですけど、僕が最近見つけたまた別のソフトで、その中ではサウンドステージの方のバーチャル楽器は現実空間を模したものというか、現実の楽器に即したような鍵盤だったりとか、はい、オシレーターだったりとか、そういうものが多かったんですけど、はいはい、最近見つけたソフトの方ではもう完全にそのバーチャルならではの楽器、なるほど、もうちょっと無機質なこうパンプレートみたいなものとかを並べて、でそれを自由に自分で組み合わせていって、どこになんかどんな感じの音を当てはめるとか、あ、もう運指も作れるんだ。そうですね、そういうことができて、でまた物理マレットで叩くとか、あとそのソフトだとこうなんか弓みたいなもんで引いたりとか、うん、そういういろんな物理コントロールで動かせるようなものが入っていたりして、違う音楽が作れそうだなと思っています。なるほど。またウォーミングアップで生くんにはですね、純粋な VR ゲームですね、ビートセーバーでしたっけね、ビートセーバーやりました、そういうソフトなども遊んでもらったんですけど、そのあたりのもし感想とかも。そうですね、あれは毎日やったら痩せますねなんかもっと Wii とか、なんだろうな、ダンスダンスレボリューションとか体を動かす系のゲームってあったと思うんですけど、昔からもうやっぱ規模っていうか、なんですか、純粋にサイズ感が違うというか、部屋中使って移動して、なんかもうすごい来るんですよ。なんか箱みたいなのが押し寄せてきて、もう全身で避けないと当たるみたいな感じなんで、あれは痩せますね、毎日やってたら。そうですね、僕も、最近ほぼ毎日のエクササイズとして、はい、VR ビートセーバーというゲームを遊んでいるんですけれども、はい、でも僕あの手の音ゲーみたいなやつとかやり始めるとやばいんですよ、なんか。いや、音ゲーはマジでハマりますね。絶対一回記録更新しないとその一回のプレイやめれない人なんで。わかります、やばいですね、多分。はい、ああいう音ゲームだとなんかこうフルコンボ目指したくなるじゃないですか。そう、はい、ノーミスで、うん、それをやろうとしてるともう本当にこうなんか本当楽器練習してるような気持ちになるというかあ、またここミスったから、うん、ちょっと 50% ぐらいのスピードでやってみようとか、反復練習みたいなことをしてると、なんか吹奏楽部の頃思い出しますね、あれやってると。あ、こういう練習をしてるんだっていうことはなんか改めて思い出します、はい、こちらのまたビートセーバーとかの動画についてもですね、僕のチャンネルで今後また上げていきたいと思っております。実況プレイですか。実況プレイしてる余裕はないですね。来る、右、左、しゃがめーつ、あはい、ありがとうございました。VR のいろいろな話を、いきくんに聞くことができましたね。これからですね、はい、またいきくんとは、また実際に楽器を使った、ま、演奏のコラボ動画とか、そういったものを、ご一緒にぜひぜひもらえればなと。あ、そう、マイクのことを教えてください、はい、もうクラリネットのマイキングの話とか。そうですね、最近僕の動画の方ではですね、楽器のマイキングの、ま、講座というかマイク解説とか、EQ 解説とか、あとエフェクターの解説などですね、特にジャズバイオリンを始めたい人に向けて、そういったものの使い方とか、ジャズバイオリンじゃない方でも機材とか使ってみたいなっていう人向けに動画を撮っていく予定ですので、今後よろしければ、皆様ご覧いただけると嬉しいです。チャンネル登録お願いします。ありがとうございます、よろしくお願いします、はい。そしてですね、いきいき音楽家さんの方でもうすぐですかね、楽しいイベントなどやられるみたいです。ありがとうございます。
告知タイムを設けていただいて、そうですね、おかげさまでチャンネル登録者数が先日1万人を突破いたしまして、おめでとうございます。ありがとうございます。今1万、もうすぐ1万1000人ですね。ありがたいことにじわじわ増えてるんですけど、1万人突破を記念して、イベントをやります。オンラインで、12月の19と20の2日間、19日と20日です。はい。で20日の方が YouTube の生配信で誰でも無料で見れる形で、文化祭っていう名前のイベントをやります。で文化祭の体育館みたいな感じで、こういろんな人がこう公募でなんかステージやりたい、有志でステージやるみたいなのあると思うんですけど、そういう感じで皆さんの作った曲とか、演奏とか、そういうものを流す、で流したり喋ったりみたいなのが20日の生配信でやる予定なので、ぜひ音楽やってるよっていう人は、まだ多分この動画が出る頃にはギリギリまだ募集してると思いますんで、ぜひ出演、出展、作品出展してもらったりとか、あとは当日ですね、ライブ配信遊びに来てコメントで参加をしていっていただければ、幸いです。と前日の19日にですね、前夜祭っていうのをやります。はい、文化祭といえば前夜祭ということで、でこっちはですね、オンラインの、その YouTube じゃない Zoom を使ったイベントで、チケットを販売してます。300円、非常に安い、ですけど、あとは1000円の特別ぼったくりチケットっていうのもあるんですけど、まあそう、普通に来ていただくには300円、ぼったくりチケットで来ていただくには1000円っていうのが僕のサイトの方で売ってますので、ぜひ前日の前夜祭、こちらはですね、プロミュージシャンゲストに呼んで、一緒に喋ろうみたいな会なんですけど、そちらも遊びに来ていただけると嬉しいです。そんな感じです。よろしくお願いします。いきいき音楽さんの方、チャンネルを登録よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。オンラインでも文化祭ができる時代になったというのは本当にこう素晴らしいことですね。そうですね、オンライン文化祭名乗ってるだけですけどね。はい、はい、では本日のゲスト、いきいき音楽家の、いきくんでした。本日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じでよかったですか？僕まだ一発もダジャレとか言ってないんですけど、なんかオチとかつけなくて。それは今度ダジャレたくさん取るコラボでお願いします。あ、本当ですか？隣のマンションまで歩いて行きマンションみたいなこと言わなくていいですか？ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。